練習試合は5回に入ります。この回から丸山2年目が上がっています。3人目のピッチャーです。小熊佐藤2イニングスずつ投げてきて、この5回から丸山が上がっています。インサイドで打ち取って石岡の前でした。先頭を取りました丸山です。ルーキーやドラフト6位で去年入ったこの丸山ですが、6月にデビューして2試合、7月2試合、そして8月に4試合の登板というルーキーイヤーを過ごしています。まあ中継ぎで期待したいピッチャーですよね、丸山は。丸山もね、独特なこのね、はい、フォームしてますし、やっぱりこうストレートがね強いですよね、はい、ですからこうなんていうか中継ぎでうまくね、何でも屋になってほしいですよね、はいはい。まあ、例えば中継ぎの役割といっても、例えばロングで行くピッチャーもいれば、はい、負けゲームで行くピッチャー、例えば僅差のゲームで行くピッチャーといろんな形の役割があるでしょうからね、そうですね、まだ2年目ですしね、まだまだ発展途上の選手なので、もう負けようが勝ってようがどこでも投げるっていうね、はい、形であとは実績作って、うん、勝ちゲームで投げさせようかっていうことになると思いますから、まあ、今年はですね、もう出るとこ出るとこ勝負ですよね、はい、いや十分使えると思いますよ僕丸山は、はいはい。外へスライドするような軌道でしたが、ボール先行で 3-1 と変わっています。ここも内野ゴロ、石川内野ゴロ2つで2アウトです。ここまで見た中では非常にいいリズムで、平間さん今日1番ですかね、ここまでですけどもね、まあ、そうですね、結果がアウトになってますからね、はい、変わらず加藤がマスクをかぶっています。2アウトランナーはありません。この縦割れのカーブですよね、うん、これをもう少し精度を上げてものにすると確実にこの組み立てが楽になりますよね、はい。まあ、今も、まあ、今なんてどうなんだろうな、スラブ的なボール、うん、ちょっとスライダーに近い曲がりしてますけども、ちょっとその辺球種が2球種ぐらいあるのかなっていう感じはしますけどもね、出た感じでライトの方向うまくミートしていきました。2アウトランナー1塁です。これが韓国キアタイガースは9本目のヒットです。タイプ的にも山崎さん、本当にいろんな球種でストライクが取れるタイプですかね、この丸山は。そうですね、まあ、やっぱり緩いカーブが武器になってきますよね、はい、ストレートも、
まあ、シーズンになれば145以上は出そうな感じですしね、はい、あの話聞くと150近くは出せるんじゃないかということも言ってましたので、うん、十分期待できる選手ですよね、はいはい、三振で3アウトです。3人目の丸山が上がりましたが、最初のイニングはゼロに抑えています。2アウトの後ヒットを打たれましたが、最後はこのボールで三振を取っています。バッティングをさせなかった最後のバッターからの三振というシーンになりました。5回の表、韓国キアタイガースは0点です。あの1年間やりきって、はい、福田なんてね30本打ったらもうドラゴンズの主力中の主力ですよ、うん、はい、ですから今ねまだメンバーがいない分、なんかこう福田福田福田ってなってますけど、はい、うん、やっぱりドラゴンズのレギュラーを取るってどれだけ大変なことかっていうことをね、もっともっとね、はい、選手に自覚してほしいです、はい、そう簡単にレギュラーになれないですから、うん、ドラゴンズっていう球団は、そうですよね平野さん、まあ、あのドラゴンズ以外もそうかもしれませんけどね、はい、特に僕はそう思ってます、うんうん、スター選手が多いですか、はい、だったですからね昔は必ず、まあ、そういう面では今ドラゴンズっていうのはレギュラーね、うん、大島ビシエドね、はい、強打しか決まってないわけですから、はいはい、そこにどれぐらいまたフレッシュな風を吹かせてくれるか、さらには中堅どころといってもまだ1年間トータルというところがね、また見たいというシーズンになりそうな2018年です。ですから野手でね僕は3人ぐらいね、おお今年キャリアハイだなっていう選手がね、はい、出てきてほしいですよね、はい、丸山の2イニングス目、あとは平野さん、あの枠というところもありますんでね、どれぐらい外国人選手が入ってその割合含めてですね、外国人選手の中でもまた競争があるわけですから、そういうことになりますよね、ま、今日はねこういう練習試合あるいはオープン戦というのは DH 使いますけど、まあ、実際にシーズン入ればね、はい、守るわけですからね、じゃあこのアルモンテがじゃあ打てるとああいうことでじゃあ守らなきゃいけないとなった時にはまた一人選手が溢れるわけですから、まあ、そういうこともありますからね、はい、まあ、もうちょっとしたらこのアルモンテの守備っていう守備力っていうのもどんなものなのかっていうのはやはり見ていかなきゃいけないでしょうね、はい、名古屋ドームですから、そうですね、まあ、とにかく大変ですよ、走り回らなきゃダメですからね、はい、もう今の現状のあのスローイングしてたら全部ツーベースですからね、はい、本当にこう近年でも強かった時期はあの広い名古屋ドームでその1点を守りきってのあの成績が残っていたわけですもんね、うん、いやもう最悪の場合はまたね、はい、海外から補充するっていうこともこれはできるわけですからそうですね、期間内だったら、うん、うかうかしてられないですよアルモンテも、はいはい、まあ、今日はね燃えてるのもやがセンター最初入ってましたけど、彼も前の打球を一歩下がったりとかね、うん、ライトが取った打球だって全く追ってないとかね、はいはい、本当に動いてないですから、まあ、ああいうのを見る限りでは守れないなと思ってしまいますよね、まあ、そういう意味でちょっと不安な材料が今日出てますよね、はい、守備ではね、その打球判断さらにはカバーリングという
あれ医療でしたっけ、トンネルしたの。そうですね、あの時普通だったらセンターが取りに行かないかったですか、はい、全くいなかったですからね、もやは。まあまあ、実際にはその取りに行くにしても時間はかかりますけどね、もちろんね、センターから来るわけですから、ただまあ動いてないですもんね。まあ、でもこれ後半出てきたね、この若手の選手がまずは若手の中では一軍に近いメンバーが出てきたわけですから、ちょっと違い見せてほしいですよね、ここからね。はい、ストライク2です。練習試合ありますよね今、早い時期から2月の10日過ぎからやってるわけですから、まあ、そんな中ではもう福田、京田、高橋周平なんていうのはずっと出しとかなきゃいけない選手だと僕思うんですけどね。なるほど、はい、スタメンからですね、もうずっと、福田に関してもやはりこの打つことよりもディフェンスで僕は悩むことが多くなってくると思うので、やっぱりより多くね、生きた球を取ることによって、福田はね、1年間、試合に出て30本打てるこれ要素になりますから、で高橋周平だってね、セカンドまだまだこう未熟な選手なの で、ね、いろんなボール取ってダブルプレー成立させるっていうねことをやらせていかなきゃいけないと思いますね。休ませる必要がないです、この3人に関しては、インサイド併殺コース、強打から一塁へ転送、少しスローインが揃いましたがダブルプレーです。高橋周平も本格的にセカンド挑戦ということに関して言うと去年のフェニックスリーグからということになっています。あとはその福田のポジションというところで言うと、まあ、ビシエドが昨シーズンはちょっとチームを離れることがありましたので、まあ、ファーストを守ったり、あとはこのサード、まあ、外野ももちろんという可能性もね、ビシエドはもうファーストレフトでしたので、まあ、そのビシエドがもう外野はあんまりやりたくないって言ってるもんですから、自信がないって言ってるので、まあ、そういう中ではもうファーストになってきちゃいますよね、まあ、去年はゲレールがレフト守ってくれてましたからね、彼なりにまあ一生懸命やってましたから、まあ、彼のゲレールの穴30何本の穴を埋めなきゃいけないわけですから、ホームラン王がいなくなったというところですね。あそこ待てとは言いませんけども、まあ、守備はゲレーロといい勝負ですよね。まあもしくはちょっとアルモンテの方が今日見るとちょっと落ちるかなと思いますけども、福田が追っていきます。ファールボールにご注意ください。でもなかなかね、やっぱり助っ人外国人で外野で素晴らしいっていう選手ってなかなか来ないですね。なんでですかね、あれ。見ないね、ディフェンスいいなっていう選手見ないですね。外野手ですね、強い打球は一塁線ファールです。以前ドラゴンズにアレックスがいましたよね、センター守ったのは、彼は非常に肩も良かったし、動ける体型してましたよね、それぐらいかな。本当そうですね、あまりあとは思い出さないですよね、名前が出てこないですよね。で来るときにいや外野内野どこでも守れるってい う、ね、触れ込みで、ね、触れ込みで来たらおいおいおいみたいな、蓋を開けてみるとというのはありますね。丸山がこの回最後三振で締めくくりました。先ほども1イニング目も最後は三振でアウトを取りましたが、2イニング目を投げ終えました丸山、駆け足でベンチに帰っていきます。6回もキアタイガースは得点なしですから、丸山が5回6回と0に抑えたと
という投球になっていましたが、最初のイニングはゼロに抑えています。2アウトの後ヒット打たれましたが、最後はこのボールで三振を取っています。バッティングをさせなかった最後のバッターからの三振というシーンになりました。5回の表、韓国キアタイガースは0点です。1年間やりきって、はい、福田なんてね30本打ったらもうドラゴンズの主力中の主力ですよ、うん、はい、ですから今ねまだメンバーがいない分、なんかこう福田福田福田ってなってますけど、はい、うん、やっぱりドラゴンズのレギュラーを取るってどれだけ大変なことかっていうことをねもっともっとね、はい、選手に自覚してほしいです、はい、そう簡単にレギュラーになれないですから、うん、ドラゴンズっていう球団は、そうですよね平野さん、まあ、ドラゴンズ以外もそうかもしれませんけどね、はい、特に僕はそう思ってます、うんうん、スター選手が多いですか、はい、だったですからね昔は必ず、まあ、そういう面では今ドラゴンズっていうのはレギュラーね、うん、大島ビシエドをね、はい、強打しか決まってないわけですから、はいはい、そこにどれぐらいまたフレッシュな風を吹かしてくれるか、さらには中堅どころといってもまだ1年間トータルというところがね、はい、また見たいというシーズンになりそうな2018年です。ですから野手でね僕は3人ぐらいね、おー今年キャリアハイだなっていう選手がね、はい、出てきてほしいですよね、はい、丸山の2イニング目、あとは平野さん、あの枠というところもありますんでね、どれぐらい外国人選手が入ってその割合含めてですね、外国人選手の中でもまた競争があるわけですから、そういうことになりますよね、ま、今日はねこういう練習試合あるいはオープン戦というのは DH 使えますけど、まあ、実際にシーズン入ればね、はい、守るわけですからね、じゃあこのアルモンテがじゃあ打てるとああいうことでじゃあ守らなきゃいけないとなった時にはまた一人選手が溢れるわけですから、まあ、そういうこともありますからね、はい、まあ、もうちょっとしたらこのアルモンテの守備っていう守備力っていうのもどんなものなのかっていうのはやはり見ていかなきゃいけないでしょうね、はい、名古屋ドームですから、そうですね、まあ、とにかく大変ですよ、走り回らなきゃダメですからね、はい、もう今の現状のあのスローイングしてたら全部ツーベースですからね、はい、本当にこう近年でも強かった時期はあの広い名古屋ドームでその1点を守りきってのあの成績が残っていたわけですもんね、うん、ですけどね、こうやって練習試合ありますよね今、はい、早い時期から2月の10、5、4、10日過ぎからやってるわけですから、まあ、そんな中ではもう福田、京田、高橋周平なんていうのはずっと出しとかなきゃいけない選手だと僕思うんですけどね、なるほど、はい、スタメンからですね、もうずっと、福田に関してもやはりこの打つことよりもディフェンスで僕は悩むことが多くなってくると思うので、はい、やっぱりより多くね、はい、生きた球を取ることによって福田はね、うん、1年間、試合に出て30本打てるこれ要素になりますから、はい、で高橋周平だってねセカンドまだまだこう未熟な選手なの で、ね、いろんなボール取ってダブルプレー成立させるっていうねことをやらせていかなきゃいけないと思いますね、うんうん、休ませる必要がないですこの3人に関しては、インサイド併殺コース、強打から一塁へ転送、少しスローインが揃いましたがダブルプレーです。まあ、高橋周平も本格的にセカンド挑戦ということに関して言うと去年のフェニックスリーグからということになっています。あとはその福田のポジションというところでいうと、まあ、ビシエドが昨シーズンはちょっとチームを離れることがありましたので、うん、まあ、ファーストを守ったりあとはこのサード、まあ、外野ももちろんという可能性は、ね、ビシエドはもうファースト、レフトでしたので、
まあ、そのビシエドがもう外野はあんまりやりたくないって言ってるもんですから、はい、自信がないって言ってるので、まあ、そういう中ではもうファーストになってきちゃいますよね、はい。まあ、去年はゲレールがレフト守ってくれてましたからね、はい、彼なりにまあ一生懸命やってましたから、うん、まあ、彼のゲレールの穴30何本の穴を埋めなきゃいけないわけですから、はい、ホームラン王がいなくなったというところですね。あそこ待てとは言いませんけども、はい、まあ、守備はゲレーロといい勝負ですよね。まあ、もしくはちょっとアルモンテの方が今日見るとちょっと落ちるかなと思いますけども、福田が追っていきます。ファールボールにご注意ください。なかなかね、やっぱり助っ人外国人で外野で素晴らしい50近くは出せるんじゃないかということも言ってましたので、十分期待できる選手ですよね、はいはい。ファールボールにご注意ください。三振で3アウトです。3人目の丸山が上がりましたが、最初のイニングはゼロに抑えています。2アウトの後ヒット打たれましたが、最後はこのボールで三振を取っています。バッティングをさせなかった最後のバッターからの三振というシーンになりました。5回の表、韓国キアタイガースは0点です。1年間やりきって、はい、福田なんてね、30本打ったらもうドラゴンズの主力中の主力ですよ、うん、はい。ですから今ね、まだメンバーがいない分、なんかこう福田福田福田ってなってますけど、はい、うん、やっぱりドラゴンズのレギュラーを取るってどれだけ大変なことかっていうことをね、もっともっとね、はい、選手に自覚してほしいです、はい。そう簡単にレギュラーになれないですから、うん、ドラゴンズっていう球団は、そうですよね、平野さん。まあ、ドラゴンズ以外もそうかもしれませんけどね、はい、特に僕はそう思ってます、うんうん、スター選手が多いですか、はい、だったですからね、昔は必ず、まあ、そういう面では今ドラゴンズっていうのはレギュラーね、うん、大島ビシエドをね、はい、強打しか決まってないわけですから、はいはい、そこにどれぐらいまたフレッシュな風を吹かしてくれるか、さらには中堅どころといってもまだ1年間トータルというところがね、また見たいというシーズンになりそうな2018年です。ですから野手でね、僕は3人ぐらいね、おー今年キャリアハイだなっていう選手がね、はい、出てきてほしいですよね、はい。丸山の2イニングス目、あとは平野さん、枠というところもありますんでね、どれぐらい外国人選手が入って、その割合含めてですね、外国人選手、8月に4試合の登板というルーキーイヤーを過ごしています。まあ、はい、中継ぎで期待したいピッチャーですよね、丸山は。丸山もね、独特なこのね、はい、フォームしてますし、やっぱりこうストレートがね強いですよね、はい、ですからこうなんていうか中継ぎでうまくね、うん、何でも屋になってほしいですよね、はいはい。まあ、例えば中継ぎの役割といっても、例えばロングで行くピッチャーもいれば、はい、負けゲームで行くピッチャー、例えば僅差のゲームで行くピッチャーと、いろんな形の役割があるでしょうからね、うん、そうですね、まだ2年目ですしね、まだまだ発展途上の選手なので、もう負けようが勝ってようがどこでも投げるっていうね、はい、形であとは実績作って、うん、勝ちゲームで
投げさせようかっていうことになると思いますから、まあ、今年はですね、もう出るとこ出るとこ勝負ですよね、はい、いや十分使えると思いますよ僕丸山は、はいはい、外へスライドするような軌道でしたがボール先行で 3-1 と変わっています。ここも内野ゴロ、石川内野ゴロ2つで2アウトです。ここまで見た中では非常にいいリズムで、平間さん今日一番ですかね、ここまでですけどもね、うん、まあ、そうですね、結果がアウトになってますからね、はい、うん、変わらず加藤がマスクをかぶっています。2アウトランナーはありません。この縦割れのカーブですよね、うん、これをもう少し精度を上げてものにすると確実にこの組み立てが楽になりますよね、はい、まあ、今も、まあ、今なんてどうなんだろうな、スラブ的なボール、うん、ちょっとスライダーに近い曲がりしてますけども、ちょっとその辺球種が2球種ぐらいあるのかなっていう感じはしますけどもね、